はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日はですね、皆さんディアボロっていうキャラクター知ってます？ジョジョの奇妙な冒険の時飛ばせる能力持ってるやつなんですけど、今回はですね遊戯王で時を飛ばしていくね、デッキをご紹介していきたいと思っておりまして、アルカナフォース21ザワールドというモンスター、皆さんご存知でしょうか。これ1回ね、いつだったかと動画にしたと思うんですけども、なんかあの時はなんか結構強引にねこのモンスター出していたんですが、私いろいろ勉強しまして、今もう大校舎っていうね、デッキのギミック使えるようになりましたんで、これ冷静に考えてこの大校舎っていうギミックってなんか好きな転出族モンスターを特殊召喚できるギミックを持ってるんですよ。このセレスティアルナイトロードパーシャスっていうモンスターが、これ転出族を手札から特殊召喚できることを持ってましたね。これをですね使っていくと、このアルカナフォース21ザワールドをサーチしながら特殊召喚できるっていうぶち壊れムーブが、実現できまして、でこいつが一体何するかって感じなんですけども、これね時を吹き飛ばす能力を持ってるんですよね。はい、これちなみにアルカナフォース21ザワールドっていう名前なんですけども、ザワールドは時を止める能力なんですよ。ザワールドっていうかね、時飛ばしてるから、どっちかっていうとキングクリムゾンに近い。はい、だからアルカナフォース21ザ・キングクリムゾンです、これ。はい、モンスターね。でこいつは一体何をするかと、一応ね、もう今更感あるんですけど、これ史上最強モンスターで、これ俺遊戯王界一強いと思ってるんですよ。このモンスターが一番強いです、遊戯王カードの中で。これなんでかっていう説明しますね。こいつはまずそもそも反転召喚、特殊召喚に成功した時にコイントスを1回行わなきゃいけなくて、まず表は出さないといけません。裏はちょっと弱いんで表を出してください。はい、斎王拓磨であればね、当然正位置なんで必ず表出ますから、表絶対出るんですよ。で表出していただいて、ちなみに一応斎王拓磨じゃない人のために光の結界っていうインチキ表にするフィールド魔法と、2回チャンスがあるセカンドチャンスを一応採用してます、今回は。はい、でこれで強引に表にしていただいて、でアルカナフォース21の、表の効果、自分のエンドフェイズに自分のフィールド上のモンスター2体を墓地に送ると発動できる効果で、次の相手のターンをスキップする。これつまりですね、これなんかターンスキップギミックっていくつかある中で、甘えターンスキップギミックってあるんですよね。なんか相手のなんかメインフェーズ1とバトルフェーズをスキップして実質スキップみたいなこと言ってるやつとか、なんかメインフェーズをスキップしたから実質、あとエンドフェーズにするから、相手のターンになってからエンドフェーズにすぐするから、招き猫だっけ、なんか猫みたいなやつがいいんじゃん、あれとかでなんかエンドフェーズにするみたいなやつで、実質ターンスキップみたいなこと言ってるやついいんだけど、あれはね結局相手のターン渡っちゃってるからチャンスを与えてるわけですよ。相手になんか抵抗する、禁じられたひとしずくとかさ、なんかそういう速攻魔法系のカードが発動されるわけかもしれないじゃないですか。だから最も最強のターンスキップギミックは完全に相手のターンをスキップすることなんですよ。完全に相手のターンをスキップしてしまえば、もうなんかドローフェーズもクソもないから、もうエンドフェーズの次すぐ自分のドローフェーズ来るんでそれができるのがこいつなんですよ。だからこのモンスターは史上最強です。はい、早速このモンスターね、ターンスキップギミックお見舞いしていきましょう。なんとこれ手札1枚から確定するんですよ。これ強すぎますね。デュエル3枚。はい、ハンドガン決まり、誘発はじけないけど、天空の聖水発動。皆さんターンスキップっていうギミックは、いくつか、存在しているわけですよ、遊戯王にはね。存在してはいけないギミックだと思うんですけど、基本的には存在してはいけないギミックだと思うんですけども、存在してるんですよ、謎に。なので今回はですね、これ通るのいいね。これちなみに誘発がなんかありそうだな気配を感じたらね、これ一応ヴィーナスから行くのが一番いいですかね。はい、基本的にはね。はい、アースは結構踏むともうそこから手が伸びないから、ヴィーナスはなんかワンチャン裏だとか打ってくれるかもしれないし、相手がね。はい、裏だ引かないんですよ、これ。向こうあったところでこれ耐えちゃないから、この効果はい、っていうね。これはねもう最強なんで、相手誘発なかったらもうなんかおしまいです、ゲームが。はい、ターンスキップっていうギミックいろいろあるわけですよ。で相手にターンを一応渡すけど、なんかメインフェーズ1とかなんかバトルフェーズスキップとか、なんかそういうことをして実質ターンスキップみたいなことしてるやつって結局相手の手札に速攻魔法とかがあったら詰む可能性あるじゃないですか。ドローフェイズとかに打てるから、あのね、あれはね甘えなんですよね。ターンスキップギミックってもう文字通り相手のターンを完全にスキップする必要があるんですねと俺は思っていて、はい、これ今からね見せますターンスキップっていうのが一体どういうことなのかっていうのをちょっとお見せしますわ皆さんにね、はい、ちょっと見ててもらえば分かるかなと思うんで、早速ですね、とりあえずですねロードパーシアスを出してみましょう。ロードパーシアスっていうモンスターを、とりあえず出していきますよと。でロードパーシアスは、天空の聖域が存在している場合、デッキから、天使速を何でもサーチできるっていうのがぶち壊れ効果を持ってます。これでねクリスティアとかをサーチして特殊召喚封じたりとかっていう動きを皆さんしてると思うんですけども、私は今からアルカナフォース21ザ・ワールドという、史上最強のモンスターをサーチさせていただきますんで、活目せよ活目せよ。そしてちょっと焦んないでね、とりあえずね一旦ねここでマスタークリアキュペリオンを出してください。でマスタークリアキュペリオンの効果によって破壊の代行者ヴィーナスを墓地に送り、破壊の代行者ヴィーナスの効果をコピーした、マスターキュペリオンの効果によって弾をもう一度出していく。これ弾無限製造工場ね、これ、はい、弾無限製造工場と。で、こいつらは、墓地に送られずにデッキに戻ってしまうので、一旦ですねリンク召喚の素材にしましょう。ここ結構なんか割と何でもできないけど、とりあえずユニオンキャリアとかいうぶっ壊れモンスターを、出しまして、で、創造の対抗者ヴィーナスの効果で弾もう1回出しますと、はい、これ今創造と破壊がいますんでね、無限に弾が、製造できるというわけですわでユニオンキャリアの効果を発動して弾にですねイーバをくっつけます、はい、サーチ次の、ターンのね動きを、強くするためなんですけども、でとりあえずここで、光の結界とかいうぶち壊れカードを発動。さあ行くぞみんなさあ行くぞみんな。リンク召喚、まずは IP マスカレーナを出し、そして変速モンスターが墓地に送られた場合イーバーの効果と、さらに、セレスティアルナイトロードパーシアスの効果をチェーン押して発動。セレスティアルナイトロードパーシアスの効果に手札から変速モンスターを特殊召喚。ゲーム除外するのこれ。あらあらら。アルカナフォース21ザ・ワールド特殊召喚成功値。あ、ちょっと待って、これいい先にイーバー。イーバーの効果によって、デッキからレベル2以下の転速モンスターを持ってくることができる。一応ディバイナーと、ネプチューン。そして、21ザ・ワールドの効果を発動。当然聖地八百長コイン来た。八百長コイン、これコイン表になりましたか、完全に。で表の効果、恐るべき表の時の効果発動します。あれからもう21ザ・ワールドの効果、フィールドのモンスター2体をリリースすることにより相手のターンを完全にスキップする。ずっと俺のターンドローバーン来なかったねこのゲーム神ゲーだな、明らかに神ゲーが起きてるわ、マジでこのさギミックさ普通に考えてさ、マスターキュペリオン出せるか、創造の代行者ヴィーナスがいるかってもう決まってるのやばいよね。ほんまにやばいな。これちょっとセカンドチャンスとかいうカードちょっと発動してんだよな。俺ちょっとさ、これさ、防御に出ていいか。防御に出ていいか。一旦ちょっとマジェスティヒペリオン、これなんか何でもいいや、これマジで何でもいいな。持ってきて、ちょっとエフェクトベイラーとかだけやめて。ディバイナー召喚で。こうか。エフェクトベイラーと無限ホイールだけやめて。あ、オッケーオッケーオッケー。なんもなかったらね、ほんとマジでもう甘えなんですよね。誘発がないはマジで甘え。この現代環境の手札誘発なしは本当に甘えっていうのを体現してるようなデッキではありますから、これ完全にね。はい。なんか俺最近ラビレンス結構使ってんだけど、ラビレンスとかもなんか手札誘発入ってないんですよ、俺。一切。甘えですね。なんでかっていうと、手札誘発がないとターンをスキップされるからです。はい。これさ、そもそもさ、ザワールドってさ、ザワールドじゃなくてさ、どっちかっていうとさ、ディアボロに近いよね。ターンをスキップするっていうか、時を飛ばしてるんだ、あれは。完全に。どっちかっていうとディアボロに近い。ゴールドエクスペリエンス、黄金の風の方の、ジョジョでいうところの。ディオっていうか、ディアボロ。はい。なんかアルカラフォース21、ザ・キング・クリムゾンに名前変えた方がいいんじゃない？多分ザワールドこれ名前ちょっとちゃう。時止めてるわけじゃないからね。時飛ばしてるんだよなこれ。どっちかっていうと。はい。で、ですね、これ先に、ユニオンキャリアを作ります、この場合は。これまあ、創造の大交渉ピーナスでも同じなんですけど、これとりあえずユニオンキャリアをぶっ込んで、で、ユニオンキャリアの効果発動しますと。で、ここで、この弾の方に、イーバ装備しまして、これちょっとね、展開するための、動きとして、こうしないといけないんですよ。ちょっとね、マスターヒフェイトが出ないんで、まあ、若干その、アース、ネプチューンみたいなハンドの時よりか弱くなんだけどさ、まあ、とりあえずまあ、イーバの効果発動して、でまあ、これはもうなんか、弾使わないから弾除外して、で、ムーンの効果も発動していくと。あ、てかこれでどうせヒュッペリオン落とすから、これ、ヒュッペリオンじゃなくてよかった。まあいいや。結構どうでもいいんだけども、これね、一応ね、マジェスティ持ってきとくと、大校舎持ってるときに、無限包容とかエフェクトベーラーとかをディクレランディバイナーに食らったときにさ、素出ししてレベル10シンクロできるからね、そのためにね、結構ね、持ってくること多いんだけど、冷静に考えたら、大校舎持ってなかったから、手札に、意味なかったわ、別に。こいつ持ってくる意味なかった、あんまり。まあいいや。で、大校舎ヴィーナス君を特殊召喚していくと。で、さらに、自分の墓地のネプチューンをゲームから除外して、マジェスティを手札から特殊召喚。はい。で、天空の聖域を持ってくると。ネプチューンの効果によってな。天空の聖域はちなみにないとですね、セレスティアルナイトロードパーシアス君がですね、サーチができないですね。天一族を。はい。で、ちょっと、ユニオンキャリアが邪魔なんでどいてもらって、で、ここ特殊召喚していくと。でさらに、セレスティアルナイトロードパーシアスを出していく。これね、リンクス召喚の素材に、この異次元の精霊をしないといけないんで、ちょっと、モンスターの数の登場。これ、こうするしかないです。で、ロードパーシアスの効果を発動して、このもうちょっと、暴挙。光の結界を捨てる暴挙。俺はセカンドチャンスがして、一応保険かけて、コイン表は素引きできるっていうところを見せていきたい。なんでかって、私の名前は西洋拓磨だからだ。さあ、行け、リンクリボー。さらに、フィールドから墓地に、転移速モンスターが送られた場合、セレスティアルナイトロードパーシアスのモンスター効果を発動。現れろ、アルカロース、21! ザ・キング・クリムゾン！うおー！はいはいコインは当然正中！残念でったら、お前のターンは来ないぞ。私は時間を 0.5 秒だけ吹っ飛ばす。その時間内のこの世の全てのものは吹き飛び、残るのは 0.5 秒後の結果だけだ。お前のターンがスキップされるという結果だけが残る。ずっと俺のターンあ、ちなみに、これワンキル方法もめっちゃ簡単で、まあ、とりあえず適当になんか、これでマジェスティ出すじゃないですか。はい、なんか相手こうビビってると思うんですけど、多分これあれなんで俺ターン来ねえんだみたいな。ただ相手なんか8000はまだないし、なんか生きるかなとか思ってるんですかね。はい、これアクセスコルトが出したら勝ちなんですよはい、これで勝ちです。で、アクセスコルトカーの効果、アクセスインテグレーションバトルフェーズ相手マジで座ってただけなんだけど、先行着席伝説ってやつよ。大勢晴れましたなんかもうこのデッキゴミすぎてめちゃくちゃ楽しいわ。だって一人でやってんだもん。壁とやってろよ。マジで壁とやってろよ。壁だろこれもう。壁やんだよなこれ完全に。もうマジでね、これランクまで回していいデッキじゃないね。まあ一応手札誘発は持ってるか持ってないかっていう駆け引きはあるけどな。相手が手札誘発を持ってるか持ってないかっていう駆け引きはあるけど、持ってなかったら勝ちやから。マジで。はい。持ってなかったら勝ち。手札誘発持たれてたら負けだし、持ってなかったら勝ちっていう。まあとてもね、高度なじゃんけんですね、これはね。はい。さあ、行きましょう。運命の瞬間ですよ。さあ、セカンドチャンスを発動。まあ、運命力が私はありますんでね、必ず今夜表が出るんですけどね、一応保険でまあ、セカンドチャンスを発動して、まあ一応ね、まあ多分、まあこれがフラグにならないことになる。まあ、多分今夜表出るけども、一応裏出ちゃった時のために、まあもう一回触れるようにね。はい。さあ、アルカの方、21。ザ・キング・クリムゾン特殊召喚成功時コインは当然ダーはい、もう一回やりまーす。コインは当然セイクだダーお前してんだよ、お前何してんだよ。すいませんでしたクソみたいな時来ましてすいませんでした反省します。